皆さんこんばんは。ここからは本日のラストゲームとなります、ゲーム 6T1VS デトネーションフォーカスミーの試合をお送りいたします。実況のイエガーです。解説はリクルツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで本日のラストゲームに、まあ、我々が一番楽しみにしていたゲームが来ましたけれども、リクルツさん、相手 T1、 ここまで非常に強いチームだなと改めても感じさせるような試合内容を見せてくれてますけれども、一体どうすればデトネーションフォーカスミーはこの T1 を倒すことができるんでしょうか。いや、まあやっぱり何かしらこうレベル1のところからこう仕掛けていって、先ほどのレッドカニズみたいな形で仕掛けていって、まあキルを取っていくとか、特殊な戦術が求められてくるかなとは思いますね、はい、どちらにしろもう T1 ここまでの試合を見ていてもそうですし、レギュラーシーズン中からもう LCK の試合を見ていてももうずっと圧倒的な力を誇ってきているチームですから、まず隙を見出すことの方が難しいですよね。いや、ただちょっとどうですか、なんていうかこの e スポーツの日本チーム、こういった強豪相手に、まあ、勝つ流れっていうのはできてるじゃないですか。そうですね、過去からやっぱり遡ってみても、うん、LCK の強豪チーム、絶対に無理だと思われてたチームに、はい、もう本当に大量のゴールド差をつけて、はい、勝利目前まで行ったっていう、そういった側面もありますからね。まあ本当に思い返すとね、1年前、当時まず世界最強と言われていたダムアン相手にあと一歩のところまで追い詰めました、まあ、だからこそ、まあ、その試合を見ているからこそ、まあ、この T1 相手にも何か見せてくれるんじゃないかっていうところは我々にとってもありますよね、うん、ありますよね。その上でですよね、はい、先日のところでは、まあ、最後バッファロー相手にデトネーションフォーカスミー、かなりトップサイドゲームっていうのを作ったんですけど、うん、ただドラフトの狙いとちょっとずれてたかなっていう部分が正直あったんですよね、うん、サミーラをルシアン相手に取ったんですけど、やっぱりサミーラを取った以上はボットゲーム、ボットにこう力を注いでいかないと育たないっていうところで、ちょっとドラフトとゲーム内の動きがずれてしまった部分っていうのが見え、外側から見るとどうしても見えてしまった。ですから今日この T1 戦に向けてそういったズレっていうのはできる限り修正しておかないと、はい、そういった奇策を用意するにしてもやっぱりゲーム内でズレが生じてしまうと難しいですから、うん、まあ、そういった意味でも先日のちょっとフィードバックっていうのはどれぐらい進んでるのかっていうのは重要ですよね、はい、まあ、ただそのあたりもね、インタビューで、サポートのハープが、答えられてましたけど、ちょっとそのインゲームでの動きっていうところがなかなか噛み合わなかった、あとはサポートのピックをちょっと変えるべきだったかもしれないよっていうことは言われてましたから、うん、まあ、かなりフィードバックっていうところが進んでると思いますからね、しっかり修正してこの T1 戦臨んでくれるんじゃないかと思いますよ。いや、一体何を見せてくれるんでしょうかね、本当に楽しみですね、うん、いや本当にこのデトネーションフォーカスミー国際戦出るたびに、まあ、我々を楽しませてくれますけれども、この T1 戦ここ勝つことができれば、うん、非常にまあそのグループ突破という意味でも大きいですし、まあそもそもこの T1 をどのチームが倒すんだっていうのは世界でねこう見てもう、まあ、本当注目されている部分ですから。そうですね、一応その T1 と戦う上で気をつけなければいけないポイントっていうのは大まかに見ると2つあると思います、うん、まずはオーナーの強気なジャングリングですね、はい、彼は本当にチャンピオンプロも非常に豊富ですし、どういったジャングルのルートもこなすことができるプレイヤー、本当に器用なプレイヤーなんですよ。なのでそういった奇策の動きをするにしろ、通常のゲーム進行をするにしろ、やっぱり的確にジャングルのルートを組み上げて、はい、ガンクの動きだったりファームを加速させていく動きだったりというところを行ってくるので、オーナーをどれくらい制限できるのか、オーナーの動きをどれくらい制限できるのかっていうのがまずは重要なポイント。そしてもう一つはグマユシケリアのこの2人のボットレーンですね、彼ら2人の特にもうケリアですね、はい、ケリアのレーニングの強さっていうのはもう LCKずっとここ2、3ヶ月シーズン通して見てきましたけど、もう揺るがないものでしたし、それは当然この世界戦でも発揮されてますから、ちょっとこの2点ですね、デトネーションフォーカスミーからすると気をつけなければいけない。特にサポートのハープは、はい、まあ、ケリアと対面するということもありますし、序盤のレーニングのところから、あとはジャングルの位置把握ですね、スティールとともに、このスティールハープのラインでしっかり警戒していかなければいけない、うん、そういった試合展開が求められてきますね。まあ、先日も試合を見ても T1 ボットレーンでね、セナを用いた面白いドラフトを組み上げてきたっていうところもありますから。そうですね、セナウーコンのラインっていうのもありましたね、やっぱりそれを見てもドラフトも怖いですよね、ウーコンを開けていいのかどうか、あとはルブランも、はい、非常に怖いですし、ルシアンも当然開けることが難しい。
まあ、レッドサイドということもありますから、デトネーションフォーカスミどんなドラフトを組み上げてきているのか、この T1 戦注目して見ていきましょう。ブルーサイド T1、 レッドサイドデトネーションフォーカスミ、さあドラフト T1 アーゴットからエビ選手の非常に象徴的なピックですね、うん、いやエビのアーゴットもうピックされるだけでもね、はい、あの世界中が湧くぐらいの今や知名度を誇ってますからね。バンさせましたね。さあデトネーションフォーカスミーはケイトリン、そしてツイセットフェイト、あとはどうでしょう、ルシアンっていうことになるんですかね、になるとは思いますね。ルブランは、まあ、チャンピオンによっては対処が可能な部類ですから、うん、まあ、ルシアン先日のところうまくいかなかったけどもう一度トライするのか、まあ、でもここまでの流れを見ているとバンした方がいいかなと思いますけどね、うん。さあ T1 はアーゴットに続けてノーチラス、そしてレナータとファーストバンフェイズを終えています。デトネーションフォーカスミ、やはりサードバンはルシアンで来ましたとなると、まあ、アーリルブラン、うん、のあたりがかなり空いているんですけど、どうしますかね。さあ選択、まずは T1 からになりますが、何を選択するか、どれを取るか、まあ、ここまでだとアーリのピックはかなり多いですが、あ、そうですね、ウーコンも空いてましたね、失礼しました、ウーコンを取って、まあそしてこのウーコンがどこに行くのか本当にわからない。先日はセナの隣でサポートでケリアが使用しましたからね、はい。さあデトネーションフォーカスミーはアーリから取りますか、まあアーリが空いてるのであればしっかりと抑えていくと、うん、さあアーリで行きそうです。アーリロックイン、まあ、あとはこのウコをどこと考えるかですよね。そしてその上でどのように対策していくか、まあ、ここでセナをピックしてくるようであれば、うん、おカルマから確かにカルマずっとバンされてましたね。そうですね、ハープの得意チャンピオン、例のところの主導権が取りやすいチャンピオンをまずは抑えてきましたね、うん。カルマオープン受けてすぐさまセカンドピックで選択してきました、デトネーションフォーカスミ。いやー、そして T1 はアーリに対してはこのルブラン返してくるようですね、うん、強気に1対1見ていくようですね。フェイカーのルブランですか。まあ本当にそのキャリアを通しての勝率っていうのがとんでもないことになってるんですよね、このルブラン。いや、そうなんですよね、フェイカーのルブランというのは。ですからこそ、まあ、あまり見たくなかったんですけど、いやー、ここでフォーカスミの前に立ちはだかりますか。さあもう1チャンピオンはマックウェン、本当にこの MSI どんなとこを変えました。ジェイスにした、ジェイスだ。いや、今までの流れ考えるとグエンでも不思議ではなかったんですが、ジェイスですか、うん、これどうなんでしょう、そのエビのチャンピオンプールとかを考えてなんでしょうか。まあ、あとは序盤で崩されさえしなければ、うん、レートゲームに関してはジェイス依然として強力なままなので、ジェイスとルブランのポークラインというところを作る一方で、デトネーションフォーカスミーはエズリアルカルマの、こちらもボットレーン非常にハラスレーン強力とし、はい、なレーンを作り上げてきたということになりましたね。さあセカンドバンフェーズ、ここから入っていきます。一旦セナはバンしますか。そうですね、ちょっとセナをバンすることで、まあ、ウーコンの行く場所っていうのを制限かけたいですよね。まあ、もしくはエズリアルカルマ取ってるので大丈夫と考えるのであれば、はい、開ける選択もありますが、あとここはユーミ、あ、もう徹底的にポーク構成取られたくないってことですね。まあ、ちょっとこのサードピックジェイス受けてですよね、この番は今のところ相当寄ってますからね。さあ T1 信者をスティール選手の信者を番、まあ、ここまでのところでのジャングルの選択、はい、まあ、グレイブスだったりもあるとは思うんですけど、ここは信者を、なんていうかこう研究してきてるような番な気がしますよね、これは。よりなんでしょうね、序盤からガンクだったり、はい、少数戦で強いチャンピオンの方を警戒してきましたよね。お、アフェリオス、アフェリオスの番です、グマユシのアフェリオス番ですね。まあ、彼が最も得意としているチャンピオンのうちの1体ですね、はい。まあ、レギュラーシーズン LCK の戦いのおいてはグマヨシジンクスに次いで使用しているピックになります、アフェリオス。あ、そしてポッピー、こちらもスティールの得意ピックですね。これしっかりと警戒してきてますね、 T1 も。さあセカンドピックフェーズに入ります。
デトネーションフォーカスミー、残るピックはジャングルとトップ。ジェイスが来るのは見えてますから、あそこに対してセットで対応。なるほど、このセットピック、いやこれちょっとジャングルのピックが隠れてるのが面白いですね、はい、そうですよね。まあ確かに対面がジェイスというところは確定しているので、うん、まあ、トップレーンを隠す意味というのはあまりないかもしれませんが、おー、そしてボットレーンはトリスタンダ・サミーラと見せているので、キルレーンでエズリアル・カラマに対して対抗していこう。でウーコンがちょっとどこに来るのかを確定させたいというのが、はい、全然ショーガセミのここまでのドラフトの流れですね。あ、ジンですか。ジン、ちょっとキルレーンっていう感じではないですかね。合わせるサポートにもよりますけど、そうですね。ただ陣を取ったということはさすがにウーコンはサポートに来ることはないと思いますけど、まあ、当然ルブラン・ジェイスとのラインも強力ですから、削っていって陣とあとはパイクのアルティメットで回収していくっていうのが構成の狙いになりそうですね。パイクであればキルレーンですか。まあ、それも狙えますね。うん、これどうしますかね。ウーコンに対して序盤から強気にいけるジャングルを選択しないと、にらみ合いのところかなり相手強力ですが、はい、さあ、まあただラストピックに回したということは、そうでしょうね、ニダリア・グレイブスっていうところで序盤からウーコンに対してプレッシャーかけていくっていう選択になりますか。ビエゴ、ビエゴ評価は高いジャングラー、レベル6からであれば少数戦集団戦っていうところも十分強力なピックですけど、ここはビエゴになりましたね。はい、これは徹底的にデトネーションフォーカスミーからすると少数戦を見ていく選択になると思います。これ時間が伸びれば伸びるほど、はい、本当にジェイス、ルブラン、こちらのポークが強力になってきて、エンゲージの要素っていうのがフォーカスミーちょっと脆い、乏しいんですよね。もちろんカルマのシールドである程度ポークダメージを軽減することはできるんですけど、そこはちょっと相手のダメージの方が大きいですから、はい、それを考えると、まあ、T1 相手ということもあるので、序盤からいくつかキルを回収しておきたいというのはあるでしょうね。さあデトネーションフォーカスミー、どうでしょうねこのドラフト。いやちょっとこう気になるのはトップの瀬戸ですよね。ここまでちょっとこの MSI であまり見られることのなかったピック、ジェイス相手ということで出してきたわけですけど、瀬戸、まあ、イグナイト持ちの瀬戸トップみたいなのはソロ級でもあって、で実際強力ではあるんですけど、今回ちょっとサマナースペルの選択をどうするのかもちょっと注目ですね。あ、イグナイト持つってことですか。そこでガンク合わせでジェイスを起点にゲーム作っていく。ジェイスは耐久力序盤にかなり削られました、はい、あ、基礎ステータスの物理防御も5下げられてますから、触れれば相当ダメージ入りますね。まあ、それこそもう低レベルの段階でフラッシュインからガンク合わせイグナイトまで使って切るってことですよね。もう狙いますよね。いやちょっとサモナースペルの選択含めて注目のマッチアップになりそうです、トップレーン。まあ、そして他のレーンで言うと、まあ、ミッドレーンですか。フェイカーのルブラン、そしてそこに対してのヤハロンのアーリー、いやどうなるか楽しみです。始まりました MSI2022 グループステージ Day3 ゲーム 6T1VS デトネーションフォーカスミースタートです。ん、今回サモナースペルエビは通常通り、うん、テレポートとそしてフラッシュの選択です。ここは中盤以降のことも考えてのテレポート選択になりましたね、うん、あと怖いのがやっぱりパイクを、はい、ここケリアが選択してきているっていうことですね。エズリアルカルマはほとんどの場合でレーンの主導権取れるだろうっていうふうに考えてはいたと思うんですけど、パイクとなると結構相手のポークダメージをパッシブで回復しながらキルチャンスを狙っていくことができるピックなので、うまくうまくジンのヘルス削っていかないと、パイクのヘルス削っていかないと、はい、ワンチャンスキル狙われてしまう可能性ありますね。その相手がしかもケリアですからね。ユタポンがドレイク裏にワード一つ置きました。さあレベル1、ああケリアが気づいてトリンケット展開、あとただトライブッシュに体入れて体力より気づきました。デトネーションフォーカスミー、この動き素晴らしいですね。なんていうかワードをおとりに使ったような動きですね。こういった形でハラスを少しずつ継続していくことが重要ですが、ワンフック決められただけでもヘイルブレード込みで結構ダメージが怖い。いやーオーナーが、いやただこれもう一個ワードあるんですよ。あーこれ警戒できてますね、デトネーションフォーカスミー。し
かしフラッシュインポンスQがユタポンに当たった。フラッシュはあります、ユタポン。フラッシュを使って、しかしオーナーがフラッシュ使って持っていった。ファーストブラッド T1 です。警戒はできてたんですが、いや、ギリギリのところでのダメージ計算一歩上回られてしまいましたね。いや、惜しい。そしてもう一度、このケリアの、服からでしたね。ファーストブラッドもやはり T1 のボット2人強いですね。このウコンが来れるタイミングでですよね。当然ワードにかかっていたので警戒はしていたんですけど、このフラッシュちょっとダメージ多くもらいすぎてしまったのでダメージ足りるだろうと、急の反射で最後ジンが持ってきましたね。うわ、ミッドレーン、ケリアがローム。いや、もうすでに動いてる。これただジンが戻ってくるところ、いい位置で待ってる。ワードは置いたが待っていました。さあ、ボーレの嘆き、スタンを入れて、これはデトネーションフォーカスミーも取り返します。いい返しです。ヤハロンもほとんどウェーブのロストなく、あとただフェイカーがチェインを入れて体力削った。ヤハロンとしてはテレポート使って戻ったばかりなので、まあ、まだポーションもありますし、はい、パーシブの回復もありますから、まあ、アーリーであれば、立て直しは可能だと思いますね。まあ、フェイカーテレポートではないので大きなファーム差つかないでしょう。トップレーンはまあレンジ対メレーということもあってスペースがここまではいいようです。先ほどのシーンのリプレイ、いや、もうボットのキル終わった後、いや、ダブルエンドブリンクからのチェイン当ててイグナイト、完璧でしたね。いや、まあ、さすがフェイカーのルブランっていう感じですね。ただここはカウンターしっかりとフォーカスミも決めてますね。でもこういったところで細かくキルを回収するのが重要です。スティール面白い。オーナーもボットサイド、これで継続してボットプッシュ動源が取れているのであれば相手も、ドラゴンに SS を去ることができないですから、エズレールの弱点というのを克服できますね。ただ、さあ少し体を前に出したが、スティール待っている。ボールの投げスタンを入れて一気にバーストで持ってった。さあケリアが倒されることで3対2、オーナー来てはいましたがこれは無理と判断して引いていくか。スティールが少し狙われてますがこれは大丈夫。猛者の引き波で壁を越え、デトネーションフォーカスミ1キルで優位を取ります。おっと、スネアがハープに入ったぞ。オーナー突っ込んできますがどうだ、あと一撃、熊谷の長谷来る風で届きましたがスティールがリコールをキャンセルして戻ってきて1キル返した。デトネーションフォーカスに、さらにはオーナーにスネアが入る。タワーした、おー、オーケーシフトで持ってったぜ。ユタポン完璧だ。デトネーションフォーカスに、このボットの集団戦少数戦上回りました。いや、スティール2キル、これはデトネーションフォーカスミ大きいですね。いや、というかスティールのこのガンク絶対に来るっていうところで、はい、待ち構えてた判断がお見事でしたね。いや、ただこれは あギリ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 、いや、よかった、よかったですね。救われました。いや、これ本当に素晴らしいですね。この一連のアクションによってビオゴがキル回収できましたし、ボットもゴールド獲得して復活することができましたから、ここで待って、いや、リコールキャンセルしてますもんね。いや、ここで Q 打つタイミングでスティール選手入っていたことによってもうキリアからすると反応ができませんでしたね。いや、ここで無理やり行き過ぎたかなっていうところではあったんですけど、このグマヤシの、まあ、こちらも無理にキル取りに来たところに対してしっかりスティールが待ってましたね。いや、そして最終的にはダブルのスネもきっちり当てて当ててですね、タワー下でスネア入れて持ってきました。いや、これでデトネーションフォーカスミーがキルの数では上回りました。さらにガンクのセットアップでいきたい。フラッシュインフェイスブレーカーきっちりとスタンさせて、いや、完璧、ショーストッパー手前に持ってった。ゼウスはスティールを飛ばす判断ですが、エビ届くか、俺の嘆きは当たらないが、ヘイメーカー真ん中ではヒットしません。ギリギリ、ゼウスもいい返し。
いやガンクに来たスティールを使って、はい、ブリンクをしてフラッシュからディセンゲージ。いや落ち着いてますねデスモン。ボスキア入りました。そしてここにスネア。ただまあユタボンがレベル6ですからしないですね。はい、ただここからキリアがレベル6になると一気にキルラインというのが上がってきますから、うん、フラッシュボスキアはハープを持ってった。いやこれはオーナーも近くにいますが、トゥルーショットバラージに関してユタボン1位トレード。さあどうする。オーナーが忍び寄る中でボンスキューは溜めて弾き飛ばした。ユタボンフラッシュアウト、ケリアを持っていこうというユタポンの動きでしたが、ギリギリオーナーがそれを阻止します。2位トレードです。ボットレーン、まあ、これあれフェイコーキルされてないですか。ただヤハロンもそうですね、ミッドで1位トレードで1位トレードがありましたね。スティールがギリギリ回収したというような流れだったと思いますね。いやー各所でキルが起こってますが、ちょっと序盤から多くキルが発生するキルゲームになってます。ミッドのワンブイのところにスティール合流してのキル回収でしたか。いやしかしフェイカチに当てますね。本当にしっかりチェーン当ててますね。あーフラッシュインオートアタック、丁寧ですね。ただスティールもうまくかわしました。これで一方的な有利というのは取られていませんが、うん、ただフェイカーが2キル取ってるというのはデトネーションオーガスミにとってはプレッシャーになりますね。これ中盤以降もう自分たちのテンポ取って当たり続けないと、うん、本当にポークが厳しいので。いや面白いぞ。ケリアが戻るところ待っている。スタンでまずは捕まえて、あただケリア安に入ってる。壁を越えて逃げていきます。フェイカーが合流してくるのでデトネーションオーガスミ撤退。先ほどアルティメットも使ってしまったのでまだクールダウン、はい、ただボットに合流するルートを大きくカットできましたからタープレート取れそうですね。ヤルブランが怖いか。取りました。さらにはスティールドレイク始めてます。マウンテンドレイク、これウコントップ側なので取れますね。いい選択です。ユタポンとハープもうまくグマユシとケリアを抑えてますね。ここ抑えられてるのいいですよね。エズリアルでやっぱりドレイク先に取れるっていうのは本当に大きいんですよ。基本的にはドラゴンファイトの3つ目のところで起きるんですけど、はい、そこまでにビルドが間に合わないんですよね、エズリアル。そこでドレイクのスタック先行取られてしまうっていうのが結構エズリアル取るときの苦しいポイントなんですけど、それを今の段階ではもうクリアできてますからね。いやしかしこのトップレーンはエビ苦しそうです。いやまあこれは耐えるレーンですからしょうがないですね、まあ、なんとか耐えてもらってワンチャンスガンクセットアップで返していければっていうのはピックですから、はい、まあ、仕方ないですね、ここは、はい、ミッドレーンでは2キル先行したフェイカーがウェブのコントロールを取ってます。さあしかしハープがカバーする。スティールが仕掛けるがスキルを全て避けるフェイカー。ただここまで本当にスティールが育ってるんですよ。ディバインサンダラ完成してますもんね。さらにレベルのところでも、はい、ために1レベル差つけてます。あミッドに姿出してスティールがプッシュを手伝いますか。これミッド主導権回復したの大きいですよ。さあヤハロを動かせる時間ができました。エビがトップレーンではフェイスブレーカーからショーストッパータワーシャ引き込んだがゼウスにタワーナグラ向きません。ヘイメーカーも冷静にバックステップ入れて避けましたね。ゼウス、いやフラッシュがないんで焦るところだと思うんですけど落ち着いてますよね。いやこの 1V1 ではフェイカーがチェインを当てて、もう一度再現でチェインを当てる。しかしスピリットラッシュの炎症は間に合った。スティールが合流、ボレーの嘆き入れていったがイグナイトのドットダメージでフェイカーがソロキル。さらにはスティールの反撃からも逃れた。これがフェイカーだ。いやうますぎるだろう。本当にちょっとフェイカーがうますぎますね。一体にさばききられるとは。まあこれがレジェンドですよ。いや本当にその通りだと思いますね。さあただボットレーンの状況はデトネーションフォーカスミが良さそうです。タワープレート2枚目、ゴールドではグマユシが勝ってますか。そうですね、キルの集まり方的にもグマユシいいですからね、はい、ジャングルではスティールがゴールドを上回ると。ただ気になるのはミッドレーンですね。ミッドレーンではフェイカーが大きくかかってます。いやこのケリアのローマも怖い。ヤハロン一人ではちょっと対処が難しそうだ。ハープ寄せます。ヘラルドも使う T1 ボンスキューはハープを捉えた。スティールがカバーに向かってくる。
さあフェイカーにコンパクトのスネア伸ばしますが、一度ディストーションで距離を取った。そして戻ってからのエーテルチェイン、スネアをスティールに入れていく。さあただここは T1 も無理はしません。ケリアとオーナー引いていきます。いやこれも避けますか。ポンスキーはハープが、いや壁を隔てて一人孤立する形になった。オーナーがアルティメットを使ってキル回収、スティールもジャングル内で捕まってしまいました。このジャングルでの戦闘はダブルキル獲得、 T1 オーナー、いやミッドから寄れないという状況、さらにはジンが遠距離から援護射撃できるという状況を生かして T1 が立て続けに攻め立ててきますね。ここはチャーム入れて電撃まで発動。この動きができるとアリ側がダメージトレード有利に立てるんですけど、はい、もうフェイカーのタイミングが毎回うまいので、今ようやく成功したというような状況ですね。いやプレッシャーがかかりますヤハロン。チャーム避けて、いやフェイカーのこの打たせる動きですよね、はい、チャームを打ちたくなりますけど、もう見透かしてるかのように避けるんですよね。ちょっとした前ステップなんですけど、はい、それだけでもプレッシャーになってますよね。ただここまでボットの連状況は、うん、まあ依然としていいままです。ビタパンも強気強気にプレイできてますし、これを継続できればなんですけど、ちょっとマイブリンク使った後、さあボンスキーは狙いはハープだ。そしてスネアを入れてハープに狙いを定めたか。ケリアの追撃、ハープフラッシュ対応しましたがダメージ足りて T11 キル獲得。ただユタポンもいいダメージ返している。あー90ドル持ってった。しかも体力よりも取れてる。これボットの状況そのまま作れればなんですけど、いやユタポンのスキルショット冴えています。いやフェイカーが怖い。これリコール、うん、止まりませんね。いやユタポンいいですよ。いやこのグマイシケレのボットレーン相手にオーナーにも気づいてますね。いや素晴らしいですね。おっとただ旋風演武、アーケンジュフトを使う。フラッシュでオーナー距離詰めてのもう一度旋風演武。いやここはそうですね、うまく先ほどの一部に返したというところでうまく行き過ぎてしまったので、はい、そのままのペースで行ってしまったところを突かれてしまいましたね。ポール投げ機スタン入ったんですが、ディストーションの反応が早い。フェイカー既に距離を取っていました。おっとインファーナルドレイクをオーナーがその間獲得に成功しています。ドレイクスタックス1対1、クラウドリフト。いやまあ気にかかるのがやっぱりお互い集団戦の強さでいうと、クルショットバラジ、グマイシのリコールキャンセル、オーナーの合流が間に合っているが、テレポートでデトネーションフォーカスミー仕掛けていきそうです。しかしスティールの体力が一気に削られてしまった。ショーストッパーから突っ込んでいくエビ、しかしケリアがリバーから降りてきます。合流ボンスキューはヘイメーカーはグマイシにいいダメージ入れているが、ここからフィナーレで返してきます。 T1 フェイカーも合流してきて反転か、4発打ち切った。フィナーレミッドレーンから遅れてヤーハロンが合流、デトネーションフォーカスミー、今度は人数有利を作り上げたが、チャームをフェイカーに入れるのみでヤハロン引いていきます。トップレーンではその間にゼウスがプッシュ、トップのインナータワー下までウェーブを押し付けています。ジェスのフリーファームが怖いですね。瀬戸はその間テレポートしてジェスかなり落としますからね。いやユタボンいいダメージ返してフェイカーの飛び込み許しませんね。いやユタポンがいいですよ。ここまで動き非常にいいですね。この相手であれば集団戦、これは受けたがヤハロンに当たった。いや全部チャームはフェイカーに当たらない。避けます。ケリア、フェイカー全部避けてく。本当にハイレベルな攻防、互いにいいプレーを見せてくれています。こうなるとそうですね、序盤の有利っていうのをもう T1 に渡してしまいましたから、もう集団戦がっつり当たれば、うん、悪くない構成なんですけど、その当たる前がやっぱり T1 が非常に有利なので、当たる前の時間帯をどれだけ減らせるかですね。もう一気に当たりきっちゃいたいってことですね、テイトネーションオカスミは。そうですね。さあヘラルド獲得は T1 です。ただその時に厄介なのがこのウーコンですね、
しかもそのオーナー育ってるんですよね。そうなんですよね。かなりキルも持って順調にここまでは装備状況整っているが、とリバーでフェイカーを捉えているのはスティール。しかしフェイカーがチェインを返して反転は T1。 みなそこの吸収はフラッシュで回避。しかしイグナイトのドットダメージはギリギリシールド入ってスティール生き残ってはいますが、追ってくる T1。 グマヨシ気づいてゲイルフォース、スティールを打ち取ったのは T1 グマヨシ。さらにはエビが降りてきてはいるんですが、ゼウスの 1V1 合流してくるヤハロン、エバーフロストのスネアでオーナーを捉えている。さらにはコンパクトのスネアが伸びて、これは捕まえられそうだ。きっちり持っていきましたヤハロン。いや今のところのちょっとオーナーのステップも怖かったですけどね、よく取り切りましたね、はい、これドレイクが幸いクラウドドレイクで、さらにワンスタックフォーカスミー最初に取ってますから、そんなに焦ってドレイクを取る必要がないっていうのは救いですね、うん、さてここから18分、ゲーム時間18分という段階でのゴールド有利は T1 です。いや怖いですね、ここはフェイカーのバーストも怖いんですよ、はい、さあなんとかスティール姿を隠しながらですが、フェイカーがまたチェイン当てた。いやもう対象指定かのようなスキルショットです。ジャングル内でスティールが捕まってデッド。さあデスタイマーまで上がってくるまで時間がありますが、なんとか視界を回避すべくデトネーションフォーカスに4人が集まって動いていきます。ミッドのインナータワーへのシージをかけてくるのは T1 です。そうですね、ギリギリのラインの視界は取れてますから、なんとか守りたい。ショーストッパーエンゲージ判断、エビフェイスブレーカー2人捕まえて、ストライドブレーカースローも入れながら、昨年死ぬのエバーフロスター、スネアにはなっていません。チェイスがボットレーンから合流かけてくる、エビが狙われます。さあ前線でスネア、ヘイメーカー、シールド使いながらなんとかフロント張り切った。そしてフラッシュアウトですが、グマヨシの針の穴を通すフィナーレ、エビダウン。さらにはボンスキューはヤハロンが捕まりました。これはスピリットラッシュ、撤退には成功。しかし人数有利 T1 が作り上げて、30秒後にアップするドレイクの方へと向かっていくか。スティール復活からプレッシャーをかけ返しますが、 T1 のリコールは間に合いそうです。いや本当にもうグマヨシのサイドステップからのフィナーレのスキルショット完璧すぎましたね。あの狭い通路でどれだけスキル受けるんですかっていう話なんですけど、本当にいや避けますし当てるんですよねスキルを。いやそうなんですよ、エビのエンゲージも非常に綺麗に決まってて、はい、グマヨシにスタン入ってからこれは取れたかなって思ったんですけど、エバーフロスのスネアまで避けられてしまう と言葉が出ないですね。さあクラウドドレイクは T1 獲得、2スタック目になります。いやこれボット来てるんでね、逆サイドフェイカー狙いたいんですけど、先ほどからフェイカーずっとスキルドッジ、はい、成功させてガンクずっといなしてますから、ここに対して入っていけないですよね。いや T1 はもう完全にこれトップレーンはフェイカーに任せて、反対サイドにヘラルド召喚してオブジェクトの獲得をどんどんと狙っていきます。ボットインヒビタータワーまでタックル入ってかなり削れました。さあシュレリア発動、ハープエンゲージ狙っていきますか。グマヨシゲイルフォース、そしてミッドのインナータワー削り切っています。オーナー寄ってくるところにはチャームヤハロン牽制かけていきますが、その間にハープが捕まっています。フィナーレ展開、ハープの体力がかなり削れた。ハープはフラッシュアウト成功、ヤハロンがボディブロック入れながら、ただその間にユタボンが捕まっている。ケリアのみなそこの吸収が入って T1 がさらにキルを獲得していきます。壁の向こうフラッシュインでパイクのアルティメット当ててきますか。対応できなかったですね。さあこれでユタポンがデッドしている間に T1 バロンの獲得を狙います。視界がない、エビが捕まった、一瞬で倒されてしまいました。いやしかもスティールの位置も見られてる。いやグマユシどこにいる、ワードを受けるか。あったな、これヤハロンがうまくグマユシを前に出すぎた。これワンチャンスある、ワンチャンスある、ワンチャンスある。さあどうだ、スティールチャンスだ。ああ取ったのは T1 だ。スティールを狙ったスティールも打ち取られてはしまいましたが、やたらおっとこのシャットダウン大きい。ユタポンのトゥルーショットバラージでフェイカー持ってきました。シャットダウンゴールド獲得。
これね、ただバロンが取られちゃったんでね、1万ゴールド差、ここからさらにタワー取られるってなると厄介ですね。いや、ここもう相手がバロン近づいてくるところをカットするために強引にもう AD キャリーですらこの位置に立ってカットしようとしたんですけど、さすがに視界取れてなかった。あと集団戦起こっている。まずはハープが倒されたが、エビも素早く合流。ただ裏に回ってのこのケリア、ヤハロの退路を立っています。エビはヘイメーカー、さらにはショーストッパーを使って時間は作りますが、3対1、 T1 が3キル獲得となりました。ユタポンがしかしオブジェクト賞金を獲得となる。ボッドのアウタータワーは取ってますが、いいよこれ。サポートが一人でプレッシャーかけていますね。スティール下がるしかないですね、うん、フォーカスミーからするとこれバロン使ってトップインナー来るの分かってるんで、先に視界取ってキャッチ狙おうって思ったと思うんですけど、それすらもケリアが先読みしましたね。すでに退路を断つ動きしてましたね。どんどんとオブジェクトを獲得していきます。 T1 トップのインヒビタータワーです。インヒビターの獲得は阻止しました。デトネーションカスミ、いや特にこの T1 の相手の構成、はい、デトネーションフォーカスミーからすると耐えるのがかなり難しい構成になってますから、本当に前目でちょっと戦っていくしかないですね。うわ、どんどんとチャンスを伺ったこのデトネーションフォーカスミー。フェイカーを捕まえることができるか。戻ったそのフェイカー、その先にヤハロン待っていた。チャームを当ててキャッチ成功、デトネーションフォーカスミーです。さあしかし T1 が人数返してきて集団戦考えるか。スネアを入れて旋風演武はバックラインへ。エビがヘイメーカー、そしてショーストッパー、やたらこれ打ち切ることはできなかった。バックライン入り込んでいるオーナー、ストップウォッチを使って時間を作っている間にゼウスが前から溶かしていく。さあさらにはケリアが入っていって、一人一人残されたのはユタポンだけだ。エース獲得は T1。 いや人数少ない中で苦しいかなと思ったんですけど、グマユシのアルティメットの精度、そこから削っていってオーナーの飛び込みと一人一人ケリアのアルティメットで持っていく、完璧でしたね。さあネクサスタワーが2本割れ、ハープの復活が早くて7秒、エビも4秒というところでネクサスを破壊し、勝利したのは T1 となりました。いや最序盤のそうですね、ガンクの仕掛け合い、そしてダメージトレードの行い合いというところで、ボットレーンの2人こう注意しなければいけないと言っていたグマユシケリアのラインに対してユタポンハープ、本当に同等以上に戦えていたなという印象はあったんですけど、はい、その間放置されていたフェイカーがやってのけましたねこれがフェイカーのルブランなんですね。いや本当にあのマッチアップ1対1だとスキルショット当てるのがアーリガーが難しいので、本当にルブランが上手ければ上手いほど有利になりやすいマッチアップなんですけど、そこはもうフェイカー伝説的プレイヤーですから丁寧にやってのけましたね。いや強いですね。ちょっとまあこの試合は本当に T1 の強さっていうのを、まあ、感じる試合にはなりましたけど、ただ要所要所でやっぱりデトネーションフォーカスミも返してましたよね。ボトム 2v2 はもちろんですけど、トップレーンに関しても、はい、ゼウスのあの T1 ターゲットバーされるほどのジェイスに対して瀬戸でタワシャのところでキルライン狙っていたりとか、はい、っていう形で、まあ、あのマッチアップに関してもあのジェイス側が、まあ、それこそジェイス側の気が抜けていて瀬戸の E の射程に入ってきてくれるようなら、うん、勝てるマッチアップではあるんですけど、もう理論上は本当にジェイスの方がしっかり勝てるマッチアップなので、はい、いやただこうなんて言うんでしょうね、ちょっとその見て試合を見ていて感じたのは、仕掛けるところっていうのはデトネーションフォーカスミ明らかにいいんですよ。そうですね、 T1 相手にも本当にミスなく仕掛ける部分ではしっかりと仕掛けて、はい、そこでちゃんと仕掛けも成功させてましたよね。ビエゴに切る、はい、入ってましたし、しっかり入っていて、
ただその仕掛けに対してのなんて言うんでしょうね、その本当に細かい部分なんですけど、フェイカーのスキルどっちだったり、グマイシのスキルどっちだったり、そうなんですよ、本当にもうわずかな差なんですけどね、わずかに届かないんですよね。ボトの 2v2 に関しては本当に、はい、あのスキルショットもデトネーションフォーカスミ正確で、あこれは結構流れに乗ればいけそうだなっていう風な雰囲気も感じてはいたんですけど、本当にあのフェイカーの1対2返したあたりから、はい、ちょっと流れ変わってきましたよね。そうですね、まあ、なんていうか本当レジェンドプレイヤーっていうのはこう流れを変えるプレーっていうのができるものなんですけれども、この試合でもそれを見せてくれましたね、フェイカーは。いやーしかしデトネーションフォーカスミー、まあ、T1 相手に、まあ、なんていうかこうワクワクさせてくれるような試合を見せてくれましたね、まずは。いや本当にその通りだと思いますね。やっぱり、はい、どうしても例のところで、ボロボロに潰されてしまってっていうところが、うん、まあ、優勝候補はい相手ですから、まあ、想定された中で、うん、ここまで戦ってくれるのかっていうのはちょっと2周目に向けて、はい、また期待が持てる試合でもありましたし、ただ一方で、はい、T1 のこの圧倒的な強さっていうのを再度確認させられたなっていう試合でもありましたね。そうですね、まあ、このグループ A はやはりこの T1 っていう強いチームがいる中で、まあ、やはりこの2位の枠を争うっていうことにこうなってきそうですね、この試合の結果をもってしても。なりそうですね。いや本当に強かったですが、まあまあリプレイ見ながら、まあ最終盤のところですか、はい、まあここそうですね、あの戦いができたのであればこのランク避けられていればどうだったのかっていうのは、そうですね、ちょっと考える部分でもありますね。実際にウーコンのランク、はい、レベル2ランクっていうのは警戒してた部分でしたからね。ただその後は2段階で警戒しましたもんね。そうなんですよ。ただその後ここに関してはのスティールのしっかりカウンターガンク待ち構えていた動きが良かった。これでゴールド回収してフォーカスミ一気に軌道に乗れたら良かったんですけど、良かったんですけどね。ここも前に前ですね、スティールの W、 これでタワシタ取ってここから一気に逆転かと思ったんですけどね、ちょっとこの辺りからですよね、ミッドの 1v1 の銀行が崩れ始めたということで、ここで、いや冷静ですね、大型入れに行けるんですもんね。ここでアルティメット、はい、うん、スティールが使わされてしまったことによって次のアクションができなくなった。またこのケリアのパイクも要所要所で本当に脅威になりましたね。というかまあそうですね、レベル2でやっぱりガンクミッドに1回入ってるっていうのも、はい、そうですね、うん、確かにミッドの状況をこう一変させたのはあのプレーあって、そうなんですよね、はい、だからこそヤハロンとしては相当辛くなりましたし、何度も何度もこのフック決めて、マイズニュースかカルマニュースかどっちかわからないフェイクかけながら当てていく動き、ここなんかねすごい読み合いでしたけどね、プロラクロ使いながらのフラッシュでハープもそこに対応してるんですけど、ダメージで一歩上回ったと。まあ本当に現状世界最強のサポートと評されているその実力をいかんなく発揮してきましたよね。あとはこの最後の集団戦なんかは、いや本当このアグロの切り替えですよね。いやもうさすが韓国チームだなって思わせるぐらい綺麗なアグロの切り替えでしたね。狙われた瞬間にストップウォッチ使ってアグロ切り替えさせて、そして入れ替わるようにして入っていって、いやこれグマイ本当に手出せうまいなっていう、瀬戸のアルティメット中にグマイシの陣 のフィナレ、はい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 、はい、当ててるのも あの5人いる中でよく狙えたなって思いますよね。いやさあ、まあこれが T1 の強さとところにはなると思いますが、まあ、ただこれでね、まあ、切り替えていけるんじゃないですか、デトネーションフォーカスミーとしてはもう、うん、まあ、T1 が強いことはもう身をもって知ったわけですから、まあ、全力で2位を2位突破を狙っていくと、まあ、いうことになるんじゃないですかね。まあ、それもそうですし、うん、はい、逆にやっぱりそのボットレーンであれだけ最悪なスタートをしたにもかかわらず、はい、EV 以上の進行ができたっていうのもやっぱり自信につながると思います。あのゼウスのジェイスに対してもしっかりセットで耐え切って、はい、うん、っていう部分もできてますし、
ミッドレーンのところもね、あのレベル2のパイクさえなければ、はい、あそこまで耐え切ってたわけですから結構ね、ただ、まあ、気になるところというと、はい、まあ、やっぱり有利マッチアップをちょっと私過ぎてしまった部分っていうのもありはしたので、そのあたりを、まあ、2周目に向けてどう変えていくのかっていうのは注目のポイントになってくるでしょうね。ありがとうございます。さあここで、インタビュー、エビ選手へのインタビューが、はい、それではこちらデトネーションフォーカス2からエビ選手に来ていただきました。まあ、強豪 T1 戦を終えてというところなんですが、まず試合の方を振り返っていかがだったでしょうか。なんかまあ悔しいですね。まあ何もできなかったなっていうのがちょっと僕の感想なんで、そうですね、悔しいですね。悔しいですね。それでこう、まあ、やはり T1 こう、まあ、外から見ていてもやはりこう、ま、なかなかこう隙が見つからないなという強いチームだと思うんですが、試合前にはこのチームにこうどういうふうに戦おうとか、どういう心構えでいこうという話をチームではしていたんでしょう。まあ、T1 って本当にめちゃくちゃ強いチームだとは思うんですけど、まあ、それでも別に 100% 勝てないわけで相手では全然ないし、本当に今日は勝ちに行こうって話をして、まあ、ちょっとインゲームの話は あんまり言えないんであれですけど、まあ、今回はボットレーンで中心、ボットミッド中心とかで、まあ、勝負に行こうって話をしてましたね。なるほど。実際序盤のところではしっかりと、ステイル選手と共にボットで救っているシーンもありましたからね。それでどうでしょう、その昨年でも、昨年のワールズでも T1 との戦いっていうのを経験していると思うんですが、その時と比べてやっぱり T1 っていうのはまた一段階強くなっているとか、何か違いを感じるとかっていうのがありましたか。まあどうなんすかね、あんまりわかんないですね、正直ちょっと差が。なるほど、ありがとうございます。じゃあその上で、まあこれでひとまずその前半戦 MSI のこのステージ1における前半戦を終えたというところになっているんですが、どうでしょう今回の MSI2020 に通してきての印象というのは。そうですね、まあ前半戦終わってまあ、1-2 っていう結果なんですけど、まあ全然まだ後半巻き返すこともできるのかなと思うので、本当にもう後半戦に全力を注いでしっかりとリベンジしたいですね。負けたチームには、勝ったチームにはそのままもう一回勝ちたいですし。いいですね。こうインタビューではこうハープ選手がその最後のバッファロー戦後に、まあ、改めて、ランブルステージの中で突破していかなきゃいけないみたいな気持ちをその強く持ったっていう話もしていたんですが、その皆さんやっぱりそういう感じなんですかね。そうですね、結構やっぱりあの後はみんなでこう話をし合ってっていうところですか。まあ、そこまで話をし合ってそのランブルステージ行こうっていう感じは別になかったですけど、まあ、みんなそれぞれ思ってると思いますよ、それはやっぱり。いいですね。その上でこう、まあ、後半戦勝ち上がっていくために今後こう必要になってくることは、まあ、話せないことはいいと思うんですけど、こうどういうことが必要になってくるかなっていうのはありますか。やっぱり負けたにことについては理由があると思うので、その負けた理由ってのを探して改善していければ、まあ、後半戦もっといい勝負ができるのかなと思いますね。わかりました、ありがとうございます。少し 日にちが空きまして今後後半戦となってきますが、ここ応援してくださっている日本のファンの方に向けてぜひメッセージの方お願いします。そうですね、まあ、僕ら去年ワールズでも C9 にやっぱり1回負けてから、その負けた後からまた C9 にリベンジしてグループステージ1位通過っていうことを決めたんで、まあ、正直まだ、終わってない限りは僕らはね絶対諦めないんで、皆さんも一緒に、見ていてくださいっていう感じで。はい、ありがとうございます。試合を終えたばかりのところ本当にありがとうございました。デトネーションフォーカス2からエビ選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。エビ選手ありがとうございました。いや、なんていうかちょっとこう悔しさが出てましたかね、何もできなかったんだっていうところがね、ちょっとこうエビ選手としても悔しい部分だっていう風に言われてましたけど、まあ、そうですね、本当にその最序盤のところから押さえつけられたっていう印象はどうしても、はい、見ている我々からしてもありましたから、まあ、プレイしている彼らからするともっとあったと思います。だからこそ次、ここから2日ですかね、開くと思いますから、はい、この2日間で、どういった形で修正してくるのか、次に向けて、準備をしてくるのかっていうのが重要になっていると思いますね。
まあ、それと同時に、ね、ファンの皆様にもね、終わってないまでは、うん、まだチャンスがあるんで、まあ、突破向けて全力で頑張りますみたいなことも言われてましたから。そうですよ、まだその絶望的になったわけでは全然なくて、うん、そうですね、全然、まあ、全然チャンスとしてはかなりあるので、はい、突破の目っていうのは、まあ、言ってしまえばね、今のところが、まあ、サイゴンバッファローが一勝上回ってますけど、まだ直接対決残してますし、はい、そうですね、全然追いつく、なんなら追い抜く可能性もあるわけですから、はい、次の、うん、その1日かけて戦う参戦っていう部分に全力を注いでほしいですね、はい、そうですね、まあ、そこ、まあ、ここは切り替えて、次のその1日でね一気に消化することになりますから、うん、まあ、そこに向けて、しっかりと準備をしてもらいたいなと思います。さあ、これにて MSI2022 グループステージ Day3 の試合が全て終了となりました。本日の試合結果確認してまいりましょう。さ、ということでこのようになっていますが、どうですかリクルさん、こちらの試合結果振り返ってみて。まあ、そうですね、順調にその事前評価で高かったチームが勝ったなっていうような一日ではあったとは思うんですけど、いや本当に悔しいですね。うーん、そうですね、まあ、なんか本当に今年のデザイン賞フォーカスミ強いなっていうのはもう皆さん肌で感じていたと思いますし、どのチーム相手にも勝てるチャンスがあるっていう風に感じて、本当に世界戦に向けてこう期待感が増してきたなっていうところの中で、なかなかこう思うように勝ちが取れてないっていうのはまあ苦しい部分であると思うんですけど、まだまだここからですから、はい、そうですね、後半戦も、はい、まあ、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。さあ、この結果を踏まえて現在のランキングを確認していきましょう。こちらとなっています。ということでグループ A、B、C と、結果の方出てますが、まあ、グループ A から C 全てのグループに全勝のチームが1チームいるという状況になってます。グループ A は T1、 グループ B はロイヤルネバーギブアップ、そしてグループ C は G2 ということになってますが、いかがですか。まあ、やっぱりこの3地域ですか、うん、LCK、LPL、LCC のこの3地域が抜けて強いんだなっていうのはまあ分かるんですけれども、はい、まだやっぱり2位通過のところがはっきりして、まあ、グループ C はイビルジニアスがかなり抜け濃厚かなっていう部分はあるんですけど、うん、他地域はまだ他のグループにはまだ分かってないので、明日以降ちょっと混戦模様になるなっていうのは、はい、感じますよね。グループ B に至っては2位1勝2敗で全チーム並んでますからね。そうですよね。まあ、ここは本当に、面白いポイントかなと思います。さあ、そして Day4 のスケジュールはこのようになっております。ということで Day4 は、まあ、一気にグループ B の、試合をお届けするということになっています。グループ B の結果がこれで決まるということになりますから。そうですね、まあ、グループ B の試合を一通り見た結果、うん、やっぱり RNG は抜けて強いので、うん、もうそれ以外の3試合ですね、本当に2位同士の直接対決でどこが抜けるのかが本当に重要になってくると思います、はい、そこで一つでも勝ち星を挙げられたら、もちろん RNG に対して勝ち星が挙げられればいいんですけど、はい、勝つ確率が高いのは他の3試合になっていると思いますから、そこに向けてどれだけ焦点を合わせられるかっていうのがこの3チームにとっては非常に大きな意味を持つと思いますね。さあ、こちら MSI2022 グループステージ Day4 の模様は明日の5月13日15時よりお送りいたします。ちょっと時間が違うんですよね。はい、そうですね。Day1、Day2、Day3 までとはちょっと時間異なって15時、はい、ちょっと早めのスタートになりますので、お間違いなきようよろしくお願いいたします。なお、この6試合を行った後、タイブレーク発生した場合はこの後に、追加されるということですので、はい、まあ、非常にね、長い、配信になるかも可能性もあるの で、 そうです、ね、特にグループ B なんかは可能性結構ありますからね。その 3way 対とかになるとちょっとまたややこしいんですよね。まあ、ですのでね、こちらぜひよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ツイッターでは応援ボードの募集なども随時行っておりますので、ぜひハッシュタグデトネーションフォーカスミーウィンをつけて選手に応援のメッセージを送りましょう。皆さんの応援が選手の力になります。よろしくお願いいたします。それでは皆様、本日はご視聴ありがとうございました。明日の15時にまたお会いいたしましょう。さようなら。